こんにちは、スプレーアートのベルちゃんとおめちゃんです。で、今日は虹の作り方を教えていきたいと思います。私じゃない、あれだね、この梅先生、この人間この人が虹ですね。虹です、虹ですね。はい、虹ですね。待ってね、まずこうでしょ、こうでしょ。はい、分かった。何するか分かった？分からない。分からない。分かった？分かんない。これ虹とつながってる？つながるでしょ。つながんないかな。分かってきた？分からない。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 まだわかんない。わからない。全然わかんない。わかんない。わかったら教えてね。多分最後までわからないかも。虹でしょ。で、この周りをね、まあこんな感じでね。はい。分かった？分かんない。ああ、分かった。分からだけど、まさかだと思った。まさか。そんなアホなことしないと思った。そう、そんなことはやるわけがない。分かった？あ、今また分かんない。どこも何時か分かんないから。ここが、ここら辺が。長いやつやね。あ、長いやつ、ここ。やべやべ。長いやつ。で、ここだね。え、なんだっけ。え、違う。は？なんか。間違えた。はい、こうやって消します。でもさ、これやばいよ。12。ここ3でしょ。3だから6、9。今その真ん中ってことは。ここ何時？何時？2だ、こうだ。そうだよ。ああ、ちょっと。それはやばい。はい。やばい。2時です。綺麗じゃない？それさすがに。2時です。あ、ここにこうやって書いて、こうでこうでこうでこうかな。ああ、じゃあ見えてるね。見えなかった。え？見えなかったから今悩んでる。あ、そう。そうそう。だから触ってる。そうそう。もう見えてたら書いてるから。触ったらなんか考えてる。触ってるってことは、こうでこうでここにこれを書いて、こうでここにこうで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 って考えてる。なんか結構触るからさ。今日？なんかいつも。あ、考えてんだと思う、何書くか。あ、そうなんだ。そう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 。虹ね、いろんな作り方あるけど、とりあえずこの紙のここを利用して書いてるね。ここをね、曲げますこれ。はい。黄色、オレンジ、緑の次は黄色。あ、黄色ね。黄色、オレンジ、赤。もう今見えてるね。もう完成図が見えてます。もう見えてます。見えてる見えてる。見えた？あれ。あ、見えてない。見えない？見えない。じゃあ質問です。はい。あれさ、パフォーマンスやるじゃん。うん。で、その中で何がリクエストが来るんじゃない？虹って聞かれるの？あ、聞かれるね。聞かれる？うん。虹作れるの？結構聞かれる？それともまあ。あ、子供が多いとね、聞かれる。おお。たたん。一番聞かれるのは何？一番聞かれるのなんだろうね。あ、似顔絵できるとかよく聞かれる。あ、そうなの。似顔絵できるってよく聞かれるね。やっぱりアーティストなら、みんな似顔絵できるって思うのかな。なんか似顔絵、日本は多分似顔絵が多いんじゃない？あ、そうなの。絵イコールなんか似顔絵っていう人があんまいないよね。こうやって絵を描いてる人が。あ、そうなの。うん、あんま見たことない。で、はい、ここで例の虹が入ります。あ、オッケー。何色ですか？あ、じゃあ本当のこっちから教えてほしい。こっちから、こっちから。あ、上から、上から。赤、うん、赤。はい、オレンジ、イエロー、イエロー、緑、緑、紫。そうだよね、紫あるよ。はい。きれいじゃない？きれいだね。もうちょっと雲。やばいじゃん。いい感じ？いい感じ。いい感じです。で。ただーん、完成。これ完成しましたね。虹、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 虹。え、これ綺麗だよ。ありがとうございます。すごい。この絵もあれ販売サイトに、販売サイトに載せるので概要欄でチェックしてください。はいはい。ということで、この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴス。